あ、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 ちょっとでかいね。あ、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 テストです、テストです。はい、配信始まりましたネイルスターカップ2019、大山代表戦現在準備中でございます。はい、マイク音、ゲーム音、映像など問題ございませんでしょうか。マイク2本で喋ってます。どうでしょう、何かあれば、お知らせください。よろしいでしょうか。はい、どうも大変です。今日僕店舗スタッフでございます。 OK です。ということで大丈夫そうですかね。はい、というわけで大山店での、ネルサカップ予選もう結構進んでるんだよね、確か予選ね。夫婦は違う人だな。俺はクフじゃねえぞ。クフ王は別にいるので。はい、というわけで、もう少々お待ちください。現在準備中です。はい、というわけで、本日ただいま代理エントリー等を含めて、カウンターにて受付の方を行っております。現状いらっしゃる方では一通りエントリーがお済みかと思うんですが、もしね万が一いらっしゃらない、誰か友達がもうちょっと来るとかなんかいろいろありましたらカウンターまでご相談ください。お願いします。X の時のマイクを握るというのがあんまりないもんでちょっと緊張してますが、とはいえ僕もこのゲームちょっとだけやってるんですがむずいわ。
What?
はい、というわけで、場内は、現在準備しておりますが、現在先にご連絡いただいてエントリー、代理エントリーでこちらでお名前を受けてる方が集まり次第大会を始められればと思いますので少々お待ちください。
はい、改めてでございますが、本日、ネイルスターカップゲームニュートン大山店予選現在準備中でございます。ゲートの中にいらっしゃる方でね、参加予定の方で取り済ませてない方はいらっしゃらないとは思いますが、もう間もなくエントリーの方を締め切りたいと思ってますので皆様よろしくお願いいたします。配信ご覧の方はまずは、もう少々の試合ご覧になっててください。お願いします。Thank you.
Yeah.
ああはい、それでは間もなく、大会抽選の方ですね始めさせていただきますので、大会代はラストでお願いします。はい、というわけで、ただいまをもってエントリーの方を締め切らせていただきました、本日はい、というわけで、本日のエントリーは15名というわけで、大会、トーナメントをやり、作りましょうか。うすうす逃避先生は誰のことかな？読まなくてよかったコメントだったけど、これ。なので、15ということで、シード1個ありの16人トーナメントですね。で、1人3、1人3、4、3。環境の話は誰がしたんだよ。やめろ。それ、X 勢の人わからんやろ、それ。戦、そうですね。戦、そう、残念なんですけど、それサードの話だしな。ちょっとまた違う話なんだよね。今年は大丈夫は俺ももう心配だけど、ちょっとまた違う話だね、これね。で、じゃあ、どうしましょう。じゃあ、やりましょう。というわけで、ただいまよりプレイヤーをお呼びしますので、あ、じゃあ、箱持って、帰ってきましょうか。あ、じゃあ、引いてきてもらってくれば、あ、それでもいいですし。だからこれで帰ってもらって。あ、すいません。なんか、あれ、ボード的なものじゃない。あ、はい、現在から、プレイヤー、各プレイヤーの方にくじ引きをしてもらって回りますので、よろしくお願いします。本当の最後に確認しますが、エントリーしてない方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？現在15名ですが。はい、という、ありがとうございます。なかなか珍しい。2キャラを出しておいて、1人スリーオン。で、使えるのが2キャラという、そういうルールですね。で、使わなくてもいいのかな確か。2キャラは、その、最初にピックアップしてはもらうんだけど。という、なかなか珍しいルールで。まあ実際に2キャラは選ぶんだけど、1キャラ出せば大丈夫ということで、キャラ1人でも安心と。メインしか使えない人も安心。でももうこのゲームで、X の場合って割といろんな、各プレイヤーいろんなキャラ使うイメージの方のイメージがあるんですけど、そんなこともないのかな。ゼロ兵。X なら間違いなくゼロ兵だな、俺は。S キャラでも大丈夫です。そうです。そういうルールでございます。そのあたりがどうなるか。実際エントリー表では各キャラの、申告をいただってますが、S にするかしないかは、S にするかどうかその場でお決めになって構いませんという、そういう形なのかな。最初だけはもう申告いただけますけどね。例えば、なんだろうな、龍剣選んどいて、最初に竜が出る、で、その後に剣が出る。で、X か S かはその場で変わると。そんなノリですね。カップジャムみたい。カップジャム。カップジャムってどんなゲームだったっけ？俺ガイル使ってたな、そういや。ありがとうございます。エントリー表はもう今ですね、くじ引きが終了しまして、トーナメント作りますのでお待ちください。ちなみに、なぜか僕も出ます。なぜか僕も出ます。はい。で、バイソン若松も出ます。バイソン若松名前詐欺なんだよな、これな、いつもな。サードでは言えないけど、X では言えるんだよな。というわけですので、皆様もう少々お待ちください。
優勝したら名古屋じゃん。いや、そうなんだけどね。そしたら、俺あれだわ。マサさんに手休みもらうわ。万が一優勝できたら。記念参加したら優勝しちゃいましたって。そんな甘いゲームじゃねえから。さすがに。でもなかなかね、全国予選やって、決勝大会を名古屋でというのは、極めて珍しいパターンなんじゃないでしょうか。というか、やっぱり全国予選できるゲームはすげえなと思いますね。年に1回、まあ、サードも X もですけど、その決勝大会、いわゆる全国大会を、東京でやるというのはよくありますけど、強豪名古屋に参戦。いや、わかんないけどね。もう結構、予選今いくつぐらい終わってる、4、5個終わってるんでしたっけ、若松さん。確かあっちゃこっちゃ、バーサスとかももう終わってるしね。注意さん、キャー、注意対空で前ブロしちゃダメよ。俺もうね、最初の時はマジしましたよ。やっぱりね、サードに慣れてる身としてはね、飛んじゃダメっていうゲームはきつい。やっぱりきついわ。すぐ飛んじゃう。東京と埼玉しか関東圏ないのか、千葉や神奈川はぶられてる。難しいですね。その実際ね、まあ X も当然そうですけど、そのいわゆる盛り入ってるゲーセン、今 X が盛り上がってるゲーセンでその全国予選するっていうのが一つ筋でしょうからね。あんまり僕が知識なくて恐縮なんですけど、千葉とか神奈川でその拠点的なとこってあったりするんですかね。藤沢がなんかあるかもないかもみたいなの聞いたことあるけど、X に関しては。まあ、東京はね、やっぱりバーサス、やっぱり東西線のバーサスがあって、まあ、ニュートンでもいろいろやらせてもらってて、埼玉だとビッグワンとロボットになるのかな。っていうとこですね。さあ、現在トーナメント表を書いて、作っております。少々お待ちください。そんなことある？てか、あと予選どこでやってんだっけ？ひとりさんキャラで。ですね、ダブルエリミーは実はですね、決勝大会のみで、予選に関してはダブルエリミーがマストじゃないんだよね。やってるところがあるかもしれないんですが、マスト案件ではございません。で、本日のルールは、16人のトーナメントのシングルエリミーです。一発です。まあ、一人の 3-on-3 だから、まあ、一発してもそれなりに、まあ、とはいえ、X は早いからな、あっという間に終わりそうな気もしますが。マイク聞こえない？ああ、大丈夫。なんか引っかかったかな？大丈夫？治ったなら OK。なんか異常あれば言ってください。さあ、ちょこちょこトーナメントが決まってきてますが、バイソン対太平とかでしょうもない試合ないよね。大丈夫だよね。そんなのやりたくないよ、俺。あ、なるほど。本日15人参加でございます。でもうち一人僕です。ほとんど脳幹でもいいかもしれません。
ちょっとなんか、質問あったみたいなので、さルール見てみましょうか。本日のルールは、大会形式に関しては、1人 3-on-3。で、当日のエントリーは、2キャラ、1キャラでもいいですけど、最大2キャラ登録できます。S と X が同キャラ扱いですので、まあ、最大4選べるという形になるのかな。で、じゃんけんで勝った方が、ワンピツピーのサイド、ワンピツピー選択権もしくはターボの変更権を選べる。これは珍しいですね、本当に。で、毎試合ごとに S、X 問わず、登録したキャラの変更は自由ですと。あ？そうです、あ？そうですね、いわゆる最初に申告制ってやつですね。最初にキャラクター聞いて、で、負けた方は、自由に変更可能と。という形でございますね。太平優勝の命をかける、命は投げ捨てるものではございません。それはダメです。今すぐ撤回してください。ニフレで多分死んじゃうと思うので。さすがにダメです。何？まさかの俺シード？俺シード枠使っちゃったの？申し訳ねえんだけど。マジかよ。命大事にしな。あ、そうです、そうです、そうです。29番さんはその通りです。2キャラ持ちエース含めると4キャラの3先。で、負けた側が、キャラクター変更可能と。はい、というわけで、本日のトーナメントが完成しました。まもなくアップしますが、書いてあるのに、書いてある内容に、そごうがないか皆様、大会参加者の方はご確認ください。ある意味一生っちゃ一生だけど、なぜ俺がシード枠を使ってしまったのか。いや、なぜか一回勝ったことになってる。どういうことだよ。はい、というわけでじゃあ、最初だけね、大会始まったら、もちろん XC の方にマイク譲りますが、最初だけ呼びましょう。シノンダさんと鈴鹿さん。シノンダさんと鈴鹿さん、開幕でーす。はい、じゃんけんでスピード券かコンパネ券かどっちかでーす。でも、スピード3以外選ぶシチュエーションってあるの？俺あんまわかんねえんだよな、それ。はい、じゃあせっかくなのでちょっと座ったら待っといてください。ちょっと今、トーナメントのツイートをしますので、それが終わったら開始にしましょう。関西はターボ1。あ、違うんだ。知らなかった。あ、お願いします。というわけで、進行変わります。はい。あ、じゃあ、今日は頑張って、皆さん頑張ってください。第一試合は、篠本田さんと鈴鹿さんで、じゃんけんがもう済んでるっぽいので、まあ一応座ってはいるけどって感じですね。はい。いや、ツイートしたら始まるそうです。はい、で、先方は誰に言ったらいいんですか、これはっていうね。ペラシさんに言うの？聞いたらしいです。聞いたらしいです。トネピーは出ません。レッドソックス上原は出ません。本戦に行かないので出ません。でも誰でエントリーしたの？どこにいんの？出ちゃったら行くでしょ？行く意思があるってことでしょ？ 2 月のなんか末空いてるってことでしょ？そういうことだよね。Pさんエントリーしてないの？エントリーしてない。いや、僕は本戦出ないんで。あ、なるほど。予選も出ませんね。はい。いや、なんか適当に変なキャラでエントリーすればよかったんですよ。それはなんかさ、申し訳ないでしょ。いやいや、全然もうメインじゃないので出てる人とかいましたから、ありっすよ。では、ちゃんとね、きっちりこう、分けていきたいですよ。あ、そうなんですね。そう。よくない。さあ。ゆずるさん、いいですか？こんな喋ってて。え？集中しなくていいんですか？こんな。いや、いいっす。喋ってて。いや、まあ今日はエントリー、できただけエントリーできただけでよかった、はい、
みんな君を待っていたんだぞ。いやすいませんね。じゃあこれはもうちょっと、はい、なんかね、トイレ行ってきていいよ。ルール言った方がいい。ルールはまあさっき散々言ってましたけどね。まあ、キャラ先方だけ、まあ申告、先方のキャラだけ申告していただいて、まあ、あとはまあ好きな持ってる2キャラを、まあ、自由にかぶせ合いしてくださいというルールだそうです。うん、はい、で今までのスター杯とはちょっとね、趣が違うので、はい、ちょっとだけね、今までのはもう3キャラ完全に、ホンダダルシムみたいな感じで使うキャラ3個決まってて、その中からチョイスするっていう形だったんですけど、今回は登録してある2キャラならもうどういう組み合わせで使ってもいいよと、はい、いうことですね。なので、ちょっと違うと、はい、多分バーサス予選だけ固定してたっぽいんだけど。あ、そうなんですか。違うかな、多分そう、全部2キャラ、3キャラ書いてあって。あ、そうなんですか。まあそれじゃないですね、だから、うん、まあ、さっきタイさんが言ってたけど、カプジャムだと。あ、カプジャムのルールだと。すごく分かりやすかったです、僕。カプジャムなんだと。あ、なるほどねと。あ、はい、カプエスじゃなくて、カプジャムは2キャラほらやって、ラウンドごとにボタンこうやってピッピッと押すことで変えられるじゃん、 あれですよ。なるほど、うん、あれはでもゲームも変わるもんね。まあ、すげえ分かりやすかったと思った。強豪ユリアン参戦してますよ。もうね、最後の最後に登場するんで、もうね、注目してください。引っ張りに引っ張って、はい、じゃあ戻ったということで、若松さんからのゴーが出たら行きましょう。なんでワンピー誰わかんない。さあこれは手前がワンピーですよね、我々のね。じゃあワンピーが鈴鹿さんで、ツーピーが篠本田さんということで、はい、オッケーです。どうぞ始めてください。はい、どうぞどうぞ。ネルスターカップ2019大山店予選始まりました。はい、ホンダ篠本田さんがホンダとチュンリー登録、鈴鹿さんがダルシムホンダ登録で、どっちもホンダですね。ちなみに鈴鹿さんには別にホンダ使わなくてもいいんだよって言ったらしいんですけど、選んだらしいです。エンジョイですね。逆になる。あっと、これはおっと、しっかりピンクというか赤っぽいのが、赤っぽいこのダッシュカラー、ふんどしというか回しというか、なんかこのダッシュカラーあれをかけてるのが鈴鹿さんの方で、ワンピーね、黒い方が篠本田さんですね。狂気行くから、はい、ということになっております。さあこれはちょっと違う、ボタンがちょっと違う、はい、中キックであれば今の角度なら一歩勝ちできたはず。蹴りなら大体いけます ね、 すね。さあこれは頭突きしっかり待っている。これは相打ちになる。ビギナー人気があると。ホンダ本当ですか。初心者の人がホンダ使ってるの僕見たことないですけど。さあこれは頭突きで待っていた、歩いて。さあ体力リードは鈴鹿、こうなるとあとは人間の性能勝負なのか。わーっと潰されるが全然まだ痛くない。篠本田どうする、相手のミスに期待するしかないのか。あ、これは張り手返しになる。美味しいやつですね。さあしかしこれはチュンリーが用意してあるので、ねえ篠本田さんがね使っちゃう、どうなんでしょうね。さあでスピード選択権がどっちにあったのかはわからないんですが、今回は2人とも3、2人ともそういうことじゃんけんで勝った方が、まあ、1P2P か、まあ、スピード権かどっちからかを選択してっていうことになってますね。いつもの関西とかでよくやってる感じのルールだということになっております。あー、頭突き。さあこれは本田戦練習してないな。これ結構練習してないとできないですね。そう、意外と分かんないとねやられちゃうんでね。だ強い行動だけを、まあ、3種類ぐらいあるんですけど、はい、それをひたすら覚えれば、まあスタートラインですよね。あとはまあいいみたいな感じで。これはダメですね。あれは後ろに投げちゃうと投げ返し確定するので、前に投げないとダメですね。チュンリーあるある、フェイロンとか。あ、なんかなんですか、中なんか2回で終わったと思ってる人が3回です。マジっすか。3オンです。マジっすか。そっから説明必要ですか。いやまあね、時代が変わったね。もう
やはりみんなね、東京は変わっちまったよ。話聞かない仲良し学級か。いや知ってると思うでしょ。でもさすがに、いややばい、何年何回やってた。いやでもずっとずっと前に早稲田式ですってルール言ったらみんな理解してくれなくて結構困った覚えありますよ。早稲田式って言われたら分かんないでしょ。いやだからとで分かんないかなと思って、投撃の時のルール、ハイパーで投撃やった時のルールですよって言っても分かんなくて、はい、もう倉橋さん優勝したのに忘れられてますよっつってねえ、さあ、ね、ホンダホンダ、じゃあもうみんな、あっとこれは頭突き間に合う、超頭突きでめくりが入らない。あっとなんかそっち、あの百貫百貫モードになると途端にクソゲー感漂いますね。いや楽しそうじゃないですか。楽しそうだけどね、延々と飛んでればいいっていう。さあ篠本田が一勝まず取った。あんな好き勝手動いてるだけの本田に参加手されたくない。一応だって第10章で変わるでしょ。あれ第10章で変わるけど、まあ、弱はいらないだろうけど。さあスーパーバトルオペラのこと知らずつって、さあ SBO 皆さん YouTube で検索するときは SBO で検索してください。攻撃ってやっても出ないからね。さああ、そうなの。攻撃ってやっても、いや海外の人はみんな SBO っていうから。あーそっか、そうだから SBO03 とかね、まあ、勝手に上げてんのかね、はい、やってください。梅原の奇跡が見たいときは SBO03 で検索してください。なるほど。さあそうだから出たよとか言っても誰もピンとこないってことでしょ。せやな。さあ先ほどまで鈴鹿さんはピロシと明日のピロシの練習のために、本田戦付き合ってたので、まあ、多少温まってると思います。さあ本名をやめてあげろ。さあ本名をやめてあげろ。なんかすげえ嫌がってるね。よくないですよ。さあこれは鈴鹿さんが勝った。鈴鹿さんが 3-1 で勝利ですね。続けては、ちょっと読めないけど煙配信、何友田さんと煙、紙、力、なんだ遠心力、遠心力さん、はい、ブランカキャミーとベガバイソン、遠心関かターボ、はい、関かターボを選ぶと勝った方がね。最初はグーで、ちなみにこれ次言っときますけど、次ピロシ野口なんでやっといてくださいね。1回戦全部やります。そうっす、あそこです。で、なんかエボーではないんで、負けたら終わりです。全部エボーじゃないです。さあ、遠心力さんはおそらくぬくぬくさんの関係者ですね。はい、どっちかです。そうですね、何か弟かどっちかです。はい、さあブランカキャミーで、これはブランカ出して、まあちょっとブランカにも部が悪いということでバイソンを出してきた友田さん。遠心力さんがブランカ出して、まあ、ベが唯一の天敵ぐらいの感じですよね。そうですね、まあ、本当に。ただこのぬくぬくさんと遠心力さん上手いんですよね。上手いですよね。そう、横浜イズムというか非常に上手です。なんかちゃんと節度の見切りをしている。なかなか侮れない。さあ使いにもいましたからね。知らんからといって侮ってはいけない。いいジャンプだったが高めだったので投げられて、壊して止めるが、ちょっと飛んだが食らってしゃがみだった。しゃがみだったのでちょっとタイミングがずれたか。中キックだったかな今、うん、中だとずれますね。さあ開幕は下がってちょっとアウトレンジだが、いいスライディング、早め早めから大パンで止める。飛んで下段が空いている。本戦ルーザーズあるかどうかは知らない本戦はあり、あ、いい飛び、あるかな、分かんない、あるそうです。投げて、これはスパコンでフィニッシュ。さあキャミーなんでね、もっときついんで多分ブランカで行くんじゃないでしょうか。あ、まだブランカの方がいい。ブランカの方がいいと思いますよ。分かんないけど、そのどっちが、その本人のあれによりますけどね。キャミーの方がバイソン戦やってるよって言うんだったら、ベガもいたらキャミーは出ないのかな。キャミーね、ブランカキャミーだと誰にキャミー出すんですかね。ザンギとか、ザンギ、いやそれフォークとか結構だから、キャミーとサンクのブランカみたいなちょっと有利キャラ食い合ってるところがあってあります。そうだったらこう経験の積んであるブランカの方がみたいなところは結構あるんで。そうですね。あ、いいスライディングから今のは、うおー、どっちかに出る。どんなあるんだ。
さあいいスパコンずらして、さあグランドが強え、グランドが強えぞ。下段の攻撃判定が発生したまま、なんか突っ込んでくる技、なんか突っ込んでくる技強えぞ。おわあっと大丈夫、しかし時間がない。歩いたところでおわカウンターするには前ジャンプしかないのか。さあこれは刺さってしまう。さあ飛び込みコパンオアちゃんと決めてますね、友田さん。あれ結構難しいんですけどね、弱弱オア。そうなんかメインでも できない人いますからね。たまに話題にはなる。ビリビリしても下段のオアがね刺さっちゃいますね。距離が近いときは下段のオアの判定が出る前に当たっちゃうときとか、あと相打ちになるときとかあるんですけど、もう割と遠目だと下段がしっかりいい位置で出たまま飛び込んでくるんで、一歩勝ちしちゃうのは困る ね。さあこれは空中ぐらいになって安くなったが下段。さあまず2本取っている友澤バイソン。さあ後ろからぬくぬくさんのいい感じのアドバイスが入っている。ジャクジャクオアはねなんかキャンセルなんですけど、気持ち目押しっぽくやった方がちゃんとキャンセルできますね、ため時間の問題もあるんで。そう最大までキャンセルを遅らせないと出ないんで、出るとでジャクのジャクと最後のジャクとオアの間もすぐキャンセルっていうよりはちょっと遅めキャンセルみたいな感じで目押しにするとつながるって感じですね、まあ中でも一緒だけどね。まあ中もそうですね、だからタイミングはほとんど一緒なんですけど、バイソンの3段は結構タイミングが独特なんで、前下に入れるのをギリギリまで遅らせないとダメなのが重要。ため作るよりそっちの方が重要、ね、そうですね、タイミングを覚える方がいいと思います、はい、さあこれは友澤バイソンがなかなか寄せつけないですね。結構バイソンも使いますもんね、ええ、使ってる時は半々ぐらい使ってるから。さあよくね、ゆうべがさんが中野とかにいるとき、友澤バイソン強えなってよく言ってますからね。ああ認められている。そう。わあ、いていて。まずはかなりやってるはずですね。やってるはずですね。さあ、下段オア突っ込んでくる。やーっと、めくりに行けないが早い。あ、早い。まあ、下段に行くのもありなんですけどね、あれでね。早めからの。よく、あーっと、これは、友田さんが3立て。はい。じゃあ次決まっとるかな。ピロシ、ピロシ、野口、決まっとるかな。次の決まっとるかな。ピロシ、野口いない。でその次がぬくぬくさんとゆうべがさんですね。ゆうべがさん、ぬくぬくさんとねじゃんけんしてなんかいい感じに決めといてください。で勝ったらスピードかプレ、あのどっちかか選ぶ。スピードか席か選びます。関西のルールです。 2P OK。 じゃあぬくぬくさんは何速っすか。ぬくぬくさんはスピードいい感じに選んどいてください。何速でもいいです。1、2、3、1 OK です。あ、やばい。1は関東で選ぶとね波乱が起きますからね。さあさあ、席に座ったのは 1P 側野口で、2P 側がピロシで、スピードは3速。これはまあまあ本田一択でしょうね、うん。野口さんはフェイロン、バルログなのでこれはピロシあるんじゃないですか。そうっす ね、まあちょっとバルログ普通にバルログ有利なんですけどね、バルログホンダ、うん、6.5 か7はあると思うんですけど 6.5 ぐらいかな、まあ、紛れもあるから7までいかないですよ。7はないね。6か 6.5 かな。一応ハメもできるし、きついですね。あーきついで、どっか行っちゃう。これはきつい。 あとあるある、いけるわかんなくなってきた。バックスラッシュで逃げる、どっか行っちゃう。あーこれは結構ひょうするときね、割とね 1.5 択みたいな感じになるんで。 1.5? そう、2択まではいかないみたいな感じの。さあどっか行っちゃって、しっかり中盤後ろから決める。まあ、ホンダには素直にはいけないですからね。ねー、あれスライディングできるの結構難しいんでね、安全策は。あーっとスパコンです。まあちょっとねスパコンで今返せた感じはあるんですけど、中野バルーはね、本田戦うまいですよ、悪いけど。結構うまいですよ、僕、本田戦。さあ、しかし、野口バルログがしっかりバックジャンプ繰り返している。あ、今のバックジャンプいいですね。さあ、もうこれはきつい。うまい。うまいですね。前ジャンプに合わせてひょう。
今のはかなり落とせないと思います。さあホンダで行くしかない。まあ全部ホンダとバルですよね。そうですね。さあ開幕はバックジャンプ安定ですね。これ落とす技はありません。ありません。引っかかってどっか行っちゃう。あちょっと重ねが甘かったような気もするが、これはガードになる。バックジャンプが頭突きで紛れることってほとんどないですからね。落ちてからだってもう無理でいけるでしょこれ。さあこれは紛れない。横から殴るみたいなのもほとんどないんでね。バルログが落ちてくるの早すぎて。さあもうバックジャンプするだけ。これは引っかからない。当然手を出さない。さあバックジャンプですね。さあこれはちょっと返しづらい。氷が来て、さあこれゲージはねとりあえず持っといた方がいいんで溜めるのはありですね。さあ溜めたい。上から行ってちょっとめくれない。おっと裏に出る。どっか行くと見せかけてちょっと近づいてくる。さあしかし張り手があるので結構いける感じではある。やりようある。うまい。あなんか大いちょうが出なくて、これは今のはねもうきつい前です。もったいないですね、はい、さあしかしまだあるか。これはカラージャンプで大いちょうじゃなくてスパコンが出てれば今カスヒットっぽくなってるんだろうけど、難しかったですね。さあ生きた。昔からやってる人はああいう風になんか知らない時ありますからね。結構悪運っていうかなんか知らない時割とありますからね。そういうのも大事ですよね、昔のゲームだから。さあハマるか。どっち。そっち。じゃんけん。ちょっと弱気なじゃんけんだったか。後ろのニーヤーからはちょっと不満な声が上がっている。さあ振り向く頭突き出して、これは座れる。ちょっとまずいんではないか。おっと悪くはないが張り手危なかった。さあ一本は取りたい。これねこうなるんでねこうなるんでねとか言って、さあ相打はどっか行くでしょう。お掴んで悪くない。さあ待ったが、あのバク転もね短いのと長いの2種類あるんでもううかつにどっちかってできないんですよね。張り手出しときはいい。さあずっさスパコンを入れてたっぽいけど出なかった。大パンで4つり。これはでかい。こかしたがちょっと体力と距離がおかしい。さあ野口が3立てにリーチ。おお悪くない当たり方。ちょっと遠くに行っちゃう。コパンでフォローして投げ返し。さあまだまだある。野口5回ぐらい死んでる気がするけどなんか生きてる。なんだ張り手。さあ体力リードしたピロシ。野口ワルログここに来て初めて攻めなければいけない状況。さあどうするんだ野口。どう守るんだピロシ。そっちしっかりバックジャンプで待った。これは1本取った。しかしこれ野口はフェイロン出すわけにもいかないか。もしくはいかないでしょバルログ。まあ、バルログの時点でフェイロンはいつなのかっていう、まあ、さあいつ立つのが大事。さあはーずつきがどっか行っちゃう。しっかりガードしてコパンで止めて。コパンじゃなくて中パンですね。どっか行っちゃう。お釣りが入って、あーっと手前で急ブレーキ。ホンダが垂直ジャンプをしたのを見て急ブレーキをかけた。野口しっかり画面を見てる。左右に左右かなりできますね。さあどっか行っちゃうから、おいちょ入って、さあいけるか。しっかり二択に強いぞ野口。吸ってどっか行っちゃう。さあリードを取った野口。吸ってくる。前に歩いたのを見てから表に行って落とされにくい。さあこれはゴロゴロ残りカスが当たって
野口が3-1、はい、次がぬくぬくさんとゆうべがさんですね。でゆうべがさんが 2P だったと思うんで、あっちですね、あっちあっち でぬくぬくさんがスピードは1足を1足を選択ということで、はい、で次がねゆずるさんとがまちちさんなんで、がまちちさんがねいる方でゆずるさんじゃんけんしといてください。最初はグーじゃんけんほい。ぬくぬくさんが 1P ですね。はい、さあこれは天敵の天敵と言っていいブランカなんですが、今日は DJ がいる。ゆうべがには DJ がいるぞ。さあ噛んでぬくぬくさんとしてはまずここ立っていきたいですよね、しっかり。さあホンダステージ、ホンダステージ一足かなり遅いぞ。ぬくぬくさんが一足を選択したんで、遅い方がやっぱやりやすいってことなんでしょうね。うわすげえ遅い、遅いというか処理落ちがすごい。さあまるで湯船の中で動いてるような、はめて、さあ中パン、裏から裏に出る、裏にスパコンが出る、しっかり出した。あっと悪くはなかったが乗っかってきた。ブランカはねしゃがみ結構低いんで抜けるんですね、ああいう風になると。かなり技当たんないですよね、はい、特にすごいゆっくりだ。さあぬくぬくさんも簡単には近寄らない、ゆうびがさんも簡単には近寄らせない。さあ削って小足で止めて、これはどっか行っちゃう。ピオリー G からピオってしっかり決めて、ミスんない、すげえ。そして小最高、すげえ一足でもミスんないな、すごいな。まあ関西で慣れてる感はあるんじゃないでしょうか。そういうことですよね、はい。さあぬくぬくさんはこれは、キャミブランカなのでブランカだと思いますが、もう逆にゆうべがさんの DJ を引きずり出さないと、引きずり出さないとね。さあこれは垂直小キックは結構ね強いですね、うん、足払いに勝ちますね、はい、いろんな選択肢に結構強いですね、はい、前ジャンプでもいいし。さあこれは突っ込んできてしっかりブランカが前に来たのを見てからダブル2位を出すという感じで。さあうまい、これは下がった、一旦下がった、スパコンがあったというのもあるのか。これはしっかりローリング見てから決める、相打ちになる、相打ち OK ですね、 OK ですね。どっちもダウンするんでね、中盤だと下がって、さあ抜く、あーっとこれは前に歩いたのを見てしっかりダブルに合わせる、絡まったが時間もない、どっか行っちゃう、逃げる逃げる、これはしっかり上が待ちきった。さあ中野で A4 さんとやってるだけはある、苦しみながら。エアさんブランカ使う、ブランカね結構使えますね、ゆうべがさんに。あ、はい、さあこれはダブル2が突っ込んできてずらしてダブル2から逃げる、ぬくぬくブランカもなかなか前に行けない、飛び込んでくる、この飛び込み結構ゆうべがさんっぽかったですね今のは。さあ端を背負わせたがスパコンがあるのでつないで、さあリードしたのはぬくぬくブランカ、あー踏まれる、踏まれるのか、下がって、さあゆうべがどっかで体力を取り戻したい、ダイヤス刺さってこれはしっかり刺さる、あらしっかり削り、さあぬくぬくブランカの守りが固いということはお互いリードはさせたくないですね。ファーストヒットかなり大事になりそう。さあ削った、そしてこのダメージ結構でかいぞ。さあリードした、これでかいですね、どう取り戻すか。これは噛んで確定してるっぽい、まあ、散々前歩きにダブルに合わせられてるんで前歩きを見せてガードっていう感じの選択肢でしたね。これは地上ぐらいしている、しっかり裏繋がってる、裏に回って中中最高、いけそうなラッシュの感じを見せたんですけど、い
アントビミスから持ってかれた、怖いっすね。さあ 2-0 さあ開幕は前ジャンプ、さあぬくぬくさんもゆっくりゆっくりゲームを作っている。さあちょっと歩いてショーキック、ちょっと歩いてショーキック、ダブル2を潰せる選択肢ですね。しかしゆうべがここに来て手を出さない。ゲージは溜まった、防御は完璧か、投げて、さあリードした。お、今のちょい歩きからの下がり、いやらしい。投げ返す、受け身がない、食らって投げる。さあ食らうが、さあスパコン入れていったのでゲダンをくらーっとダブルに。さあこれはリーチをかける、ジャンプジャンプから上から行って投げ返すのがゆうべがゲダンを選択。わあダブルに何かを見ていた、動いたのを見て、さあくぐったが何もないから、今の大サイコとかも判断早いですよね。もうさっさとどっか行っちゃおうっていう。さあなかなか捕まらない、ユーベガが、おっといいスライディング入ってカス当たり。さあ厳しい。さあぬくぬくブランカ、最高、最高とダブルにガードできない。上から行ってあるか、下段、あー逃げられる、しっかり我慢した、時間がないがどうする、当たらない、逃げた、逃げ切ったゆうべが捕まえられない。ゆうべが 3-0、 じゃあゆうずるさんと、次がゆうべがさんと、違うね、ゆうずるさんとがまちさんですね。でその次がね、バイソン若松さんと、草さんですね。はい、グーじゃんけんぽい。さあゆうずるさんが 2P でがまちさんが 1P、 ゆうずるさんが 2P、 がまちさんが 1P でゆうずるさんが 2P となっております。はい、どうぞ。ゆうずるはユーズルは DJ チュンリーとは言っているが DJ しか使わないでしょう。ガマチさんはベガー、ベガーを選択。ベガガエルだったらガエルの方が DJ にはいいのかどうか、まあレンドによるでしょう。開幕行っていった。さあユーズル深谷ではフォークに負けてしまってちょっと傷ついているらしい。さあしかしこれはジャンプで吸われて投げて、さあシューキックを吸って、さらに吸って、まだまだシューキックで暴れる。さあしかしこれの今のめくりをガードしたのは非常に大きい。さあ体力は、体力は譲る、守りに入った DJ は硬いぞ。おっといい感じに噛み合って、わからない、これはジャックで切った、割り切って暴れていった。さあバックジャンプ強いですね、バックジャンプ。さあしかしガマチさんのベガもいい動きをしている、固めてちょっと動いている、ゲー暴れて中パンチが対空になる、投げてアントビから投げて下段、下段から大パン、もうピオリーチなのを見てとりあえず何でもいいから大パン。さあ第1ラウンドの投げ、最後の投げをジャックで切ったところはかなり大きかったんじゃないでしょうか。マーチさんがベガ、ベガを選択ってことはメインがベガなんですかね、多分ね。さあこれは対空にならない、ど外打ちになる、大キックはちょっと痛いんじゃないだろうか、ちょっと早くてどっか行っちゃう。しゃがみ大パンがとにかくベガの技には相性がいい、というか全部の技に相性がいいんじゃないか。さあ判定が突然、
DJ のしゃがみ大パンは突然目の前に冷蔵庫みたいな攻撃判定が発生するのでめちゃくちゃ強い。これは通り過ぎる。さあこれはめくりに対して裏にジャックが出ている。投げる、そらそう。さあ2本取った。しゃがみ大パンが冷蔵庫みたいな判定が出て、しゃがみ中パンは電子レンジみたいな判定が出ますね。はい、さあ、あ、外開幕スライディングを中足で潰す。わあ悪くない。しかし大パンで追い払ってしっかりジャックで待っている。さあこれは踏んで裏に行くが、今のは近距離大パン。ネタをしっかり対策を見せるぞ。近距離大キック、後ろに判定が下がるので、めくりっぽく来た攻撃に対して結構有効ですね。さあこれはスライディング当たらないのか。食らって高めから投げていく。大パンどっちでもいいやっていう感じの。固めて固めて固めて中足から前に行く。それは圧殺、上にも逃れられない。 DJ の中パンが使いどころがいい。投げてもいいし上に逃げられてもいいし、そんな感じ。そんな感じです。若松さんと草さんですね。はい、 3-0 になってますね。いや DJ 電化製品はちょっと面白いです。得意つらいね。得意辛いね、ほんとね。さあバイソン若松さんが 1P、草さんが 2P。 さあ草ちゃん本田使って、そんな気持ち。本田使わない。本田誰に使うの。本田使わないですね。さあバイソン若松ザンギエフ、バイソン若松だが登録しているのはザンギエフとガイル。これ3キャラ登録していることになりませんか。そうね、ねえルール違反じゃないんですか。さあ飛んで、大吉。これはガードになる。バイソン若松さんは、あのツノッピさんと、マブダチ。さあ。ちょっと迷ったんだけど。ま、さあ。全然やってないわけではない。いや、多分もうツノッピさんって言ってもみんなね、わかんない。ツノッピさんを知らない。何を言っているのかわからない。さあ、下段座って。さあチュンリーが冷たくやっていく。ピヨルゾ。さあバイソン若松ザンギエフが前に歩く。バイソン若松ザンギエフが取られる。いやでも4000点はでかいです。これはね、かなり4000点はすごい。さあバイソン若松、バイソン若松ガエルにするのか、バイソン若松ガエルにした。ここはバイソン若松ガエル出てきた。板橋ザンギエフ竜みたいなやつをね。そうですね。さあこれは投げに行った。強気だぞというところを見せる感じの。さあくぐって投げてうまいぞバイソン。あーっと前に歩いてしまった。ガードはできたはずだがちょっと前に入れてしまった。先月5ヒットになってるから運がいいね。そうですね、だいたい4ヒットなんですけどね。さあバイソン若松ガエル堅実なソニック、投げられる。投げ返しは蹴られて画面端はつらい。さあタマプラには引っかかってくれない。これは抜けるが当たらないけど別にいいでしょうという感じ。上から食ってくぐり投げうまいですね。対空なんかサードってくぐるの多いんじゃないっけ。だからくぐダッシュでね、ダッシュでくぐるのが結構安全というか一番いいっていうぐらいの ね、 そうですね、はい、多分その辺があの我々と違うところ、はい、さあこれはサマー余っていた。さあバイソン若松ザンギエフなのかガエルなのかどうする。バイソン出してもいいのか。これはバイソン若松ガエル。さあこれはくぐれない、くぐれない。中キックの方どっか行っちゃう。大吉飛行圏から前に出てくる。さっきもよく見た。
チュンリー投げてくる。上対空しにくい。中弦ね、結構難しいんですよ。さあこれは削りで OK。 さあ次がね TZW さんとお茶丸さんなんで、じゃんけんとなんかいい感じにやっている。さすが TZW さんね、大人だからね、分かってらっしゃる。さあ画面端に追い詰めて、大形体育いいぞ。投げて中端で暴れるが、もう体力がない。これはソバットに対して戦列がフルヒット。勝ったのは草さん 3-0。 さあお茶丸さんが 1P ですね。お茶丸さんが 1PTZW さんが 2P。 お茶丸さんはホンダバルログ、そしてガエル DJ。 さあ TZW さんはこれはまずはガエル出すのかな、難しいところ。バルログできた。そして DJ を選択しない。いや全部ガエルじゃない、全部ガエルか、本当か。いやダルシムだけ、ダルシムには DJ なのかな。さあはいはい、これはダイヤシタイク、はい、あれは あれは確定です。これさあ裏に行った。サマーが出れば全部落とせるんですけどね。そうですね、基本的には落とせます。裏でも表でも全部サマーで返しちゃうんで、基本的には結構重ねたくない方のキャラですね。なんか一応できるけどスーパー難しいらしい。さあくぐって投げて、これは画面端大切にしたい。お釣りが刺さって、おーっとテラー、今のテラでかい。そして爪ないけど投げ返す、投げ返す、投げ返すか。ガイルはバルログ結構いける方だとは僕は思うんですが、さあ氷に引っかかってしまう。下段から固めていって、さあソニック出なかったがまずは下がる。これは画面端、さあスライディング突っ込んできて、台足お釣りが入る。くぐって投げて、さあ DZW が、あーサマー出なかったがどうする。スパコンがあるのでワンチャンあるが、どっか行っちゃって上からかぶせる、うまい。これはどっか行っちゃってサマーしっかり見ていた。さあお茶丸がホンダなんでね、ホンダは出せないでしょう。ホンダガエルはマジできついので出せないと思う。さあバルログ、さあ中足中パンチからこのくぐりですね、くぐれない。中パンでくぐれないですね、ちょっと、ね、そう難しいですね。これは潰してスライディングでまずくぐる。サマーで割り切っていく。中パン、さあ中パン打ちにはならない。どっか行っちゃってお釣りが間に合わない。どっち当てに来る、怖い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 。これはソバットに中パン、どうせ来ないんだろっつってるといつなに来ますからね。いやでもゲージ溜まったらいいさ。なんでみんな、さあこれはくぐって投げて、でもそうなるとなんか分かりやすすぎてあれじゃないですか。いやもう本当に毎回そうな人いっぱいいるんでもうそう思った方が楽なんです。まあそうですね、バルログとやるときはちょっとバルログをちょっと舐めてかかるぐらいじゃないと厳しいですよね、うん、はい、まともにやろうと思う。さあこれはめくりから下段が刺さって、それぐらいやっぱキャラのパワーがあるんで2手3手読むぐらいじゃないとちょっとまともなゲームにはなりづらいというところですね。これはガード、さあこれは工作、空中で工作、今日でどっか行っちゃってめくりで、めくりに対してソニックが出る。あれもオートで出る系のやつですかね。そうね、おっと今のは良かったが中パンチ、中パンチ
うわー、中パンチで暴れてる。いや、今ダブル狙ってましたよ。そうですね。さあ、T デッド W これどうするんでしょうか。一応 DJ いますけど、 DJ の方がいい説はありますけどね、ガエルより。いや、 DJ の方がいいんじゃないですか。ねえ、まあ、やり慣れてるガエル。中パンチ、これは2ヒットになる。さあ、ちょっとテーラーは出なかった。上から行って、さあ、画面味追い詰めた。どっちにしたいかな。サマー当たらない。ちょうどよく、今のちょっとタイミング良ければ据えていた感はある。これはバックジャンプ、中が1。今のはスパコンですね。はい、さあ、これは中盤で打ち、これはどっかに行っちゃう。画面端から、これは当てに来た。どっか行っちゃう。あ、早めに出して、手前に落ちるのを読んでソニックから画面端、ちょっとめくりづらい。おー、欲張った結果。そしてめくりはガード、ガードガードしている。投げで、どう、投げ返しに対してソニックを出したが当たる、繋がらない。さあ、手前に行ったから、どっち、当たらない。バルログが痩せている。バルログが痩せる。普通のサマーなら当たった、確かにね。1回転目と2回転目の間に潜り込んだ。さあ、そっちはちょっときつい。ダヤシ今まで出してなかったんですけどね、ダヤシ。さあ、ダイパー刺さる、いてー、ピヨル、ピヨル投げる。知らない、知らないけど、もう厳しい。ゴロゴロ、ここでゴロゴロ。ああいう時もうどうせお前らゴロゴロとか、直接来るやつ、まっすぐ来るやつ、なんだっけ名前忘れた。ローリングクリスタルフラッシュ、じゃ違くて、シュッてまっすぐ来るやつ。スカイハイクローだ、スカイハイクロー、スカイハイクローかゴロゴロだろうみたいなぐらいの方がいいんですかね、ああいう時も。まあゴロゴロでしょ。さあ、お茶丸2本取ってる。これはでかいんじゃないか。当てに来た。これは、この足からかさ、うわ、上を取っているのはバルログ。相打ちになる、いてー。当たって、当たってサマーが出ていない。サマーもう出すのはやめた、出してないよ、出すのはやめた。さあ、これはお茶丸がマッチポイント。TW さん、いてー、準優勝ですよ、タップ海予選。さあ、お茶丸押している、いけいけどんどん。しかし、めくりが始まる。ガード、今の唯一いけるチャンスなんですけどね、ガエルの。当たらない、今度は出さない。これは手前、これは裏。 TZW バルログに敗れる。お茶丸バルログはこれはかなり頑張ったと言ってもいいでしょう。困っちゃいますね、これは。頑張ったでしょう。さあ、これで1回戦終了ですね。いや、エストでもあんなことありましたからね、前ね。こう、はい、鈴鹿友座、鈴鹿友座ですね。どうぞ。さあ、多分全部終わってるだろうの手でどうぞ。今3-1、今3-1ですね。友座さんが 2P かな。はい、友座さんが 2P ですね。え、鈴鹿さんはトイレ、トイレ行った。鈴鹿さんはちゃんとした大人じゃないので。そうですね、ダメですね。ああいうことやって許されるのは優勝した時だけですからね。うん、はい。だからスピードも聞いとけばいいんですよ。スピード3で来ましたね。これはどうするんですかね。結構難しくないですか。キャラまあ全部ダルシムでいいのかな。鈴鹿さんが落下したら、なんだっけキャラ。あー、テッドで抜けてくる。投げ返して受け身がない。あ、ちょっと速くない。さあ、上から来るぞ。これはさせない。今のはヘッド刺さるところだったが、短波当たらない。ゲージが溜まってしまったのでどっか行く。さあ、これは友座かなり苦しくなった。わからない、短波からわからない。そしてコパンが強い。
さあ、おっと当たらない。歩いて投げに行く。ファイヤーが刺さって、さあダイパンで対空。そろそろゲージが溜まるのでいい感じだ。あーちょっと画面端ゲージがない。これはちょっと鈴鹿がファイヤーはめ怪しいが、これはしっかり待っている。ちょっとねいけそうな感じもあったんですが、まあ、鈴鹿さん多分対応の方が得意ですよね。もう一歩する、もう一歩といったところ、うん、これはベガ出してくるのか。ベガ出してくる。ベガ出すとホンダ出されちゃうから気まずいんですけどね。さあファイヤーかかってはめるか、はめない、はめた、どっち、はめた、これ完璧か、は完璧っぽい。あれ、あやばい、これははめだ、やばい、完全にはめ。なんか歩いてもなくない、いい間合いですね。あれフレーム重ねるときもダメか、いいですねあれ。さあそしてハメが始まってしまわない。さあしっかり前に入れてますね、中盤投げるときにしっかりガードして。友田抜け出したが裏にはいけない。さあめくりにはいけないが最高マジックできない方。うおー投げて、投げる、投げます。さあ友田ベガがはめられるとやばい。上から来て投げ返す、下段はガード、そしてフライヤーでダウンしてしまう。投げられる。さあどうする、友田投げ返す、投げられる、これは投げられる、投げでフィニッシュ。スト2の闇、あれはまらないでしょ。でもはめはりますよ、はまんの、はまりますよ、やばいじゃん。ダルシムがミスなかったらどこでももう中盤投げしたら終わりますからね。ただちょっと難しいっていうのが問題で、はい、難しそう。もうだって暗い投げとかもできるじゃん。タスさんがやったら 100% 勝ちますよ、投げた瞬間。おっと、そうすげえところにダブル2が刺さった。飛び越して、さあちょっと画面端が近いが、これは隠らせて暴れる。こうあーっと、これはゼロドットからのスライディングでしっかりお釣り。俺あれできないんだけど、どうやってやるの。頑張る。上から行って、これはかくっている。ひよんない、投げない、暴れて。さあこれはファイヤー引っかかる。どっち、下段、下段中つないで、これは引っかかる。しかしスパコンがあるけど大K。ベガーの銅像の位置でハマるんですかね、そうなんですかね、ちょっと知らないんですが、まあそうなるとあれですよね、なんかあの大昔あのサガットステージの石が変わるって、石の場所が動くのはあれはあの鳥かごの位置が石で分かっちゃうからやめたっていう話ですよ。あの開発者のなんかあれで書いてました、はい、プレイヤーが石の場所であの銀座のやつ、そうやれば分かっちゃうからっていう理由でランダムで石が動くらしいです、はい、初代は。いや石いらないじゃんね。でも真ん中にでも、いやあれはフェイクなんですよきっと。さあファイヤー勝てるか、投げ返す、死なない、下段で暴れて、さあまず逃げる、捕まえられるか。うおー中盤できた、これはしっかり削り切った。ジャンプ中盤良かったんですけどね、結構新しい読み合いが発展。さあ投げて、コンピューターがやるやつね、投げに行くはいけないがちょっと遠かった。さあちょっときつい、投げがなくても十分きつい、投げしっかり。さあリーチをかけた鈴鹿、さーっと、さあこれは画面端、さあ投げ当たんねえ。投げ返し読んでて埋めた、しっかり、今度はしっかり、バカになってしまった、バカになってしまった。さあ2-2
2-2 だ。どうする、ダルシムでいく。3人目同士、そうですね、2-2なんで投げる。これは中継で落とす、うまいぞ。逃れてまだ逃げられない、お前はずっと画面端、そういう、これはハマってる、完璧、完璧にハマってますね。これはこれ DJ ステージのなんか背景や目印になってる説ありますかね。あるっすかね。さあこれは、おお間に合った、ガードファイヤーの硬直短いっすよね結構短いよ、出るのが遅いだけですね。さあ下段で暴れる、これはインフィールド出さない、投げ受け身なくて、でも表から行って、これはめくりスライディングにはならない。勝ったのは通過の楽しむ、 3-2 で勝利。次が野口さんとゆうべがさんですね。お、面白いんじゃないんですか、野口さんとゆうべがさん。面白そうだな。さあ時代が時代だったらもうゆうべがさん顔が修羅になってるんですけどね。そうですね、ちょっと時代が変わったんで、あの帰り車乗せてかねえぞみたいなのが、ちょっと柔らかい表情してる、始まりますよ。さあ帰り車乗せてかねえぞから スイカに2万ぐらい入ってるんでが始まる昔あったんですよ、そういう嫌な、子供みたいな嫌そうやん。ベスト4ぐらいであったんです。これはゆうべがアベガ対野口バルログ、 1P 側が野口、スピードは3速か。さあっとこれ引っかかって、後ろは投げ返す、投げて暴れるを警戒していた。おーっと見えない、あれね、ほんと見えないですよ、出が分かんないよ、はい、かなり見えづらいです。うまい、今の連携よかった。固めて立ち消形からローリング、そして投げに行ったところに暴れる、ゴロゴロ露骨に削る、うわこれが野口バルログのズーズーしさ、モア譲りというか、モアイズムなのか、どうせできねえだろうみたいな感じの、モアって言っても分かんないかもね。さあ空中戦、こうなるとベガが結構リードを守りやすい。そうですね、守りますね、かなり守れる。どっか行っちゃう、刻んで上からアントビー。さあリードを取るとやっぱね、お互い守りにくい、守れるんで、かなり、これはガードしっかりしている、逃げキック、まずい、ピヨリソ下段で暴れて、ボタンを押す両者、裏から投げて裏に行く、これはジャンプ中パンチを投げる、減ったー。さあこれは取ったのは野口バルログ。フェイズダメインスターカップ、おあーなんだっけ、4月って何、わかんない、フェブラリーです。あ、そっか、はい、言っといて、え、何が、あ、コエンザ、あー、はい、コエンザメインスターパーク、ね、フェブラリー27だった気がするんですよね。いや、23、フェブラリー23ですね。そう、はい、フェブラリー23イン、塩釜口スペースシャトル名古屋、はいです。フェブラリー分からず、さあおっと今うまくくぐったが投げまで入る、ダブル2から投げ返す、うまい、大パンで、さあこれはゴロゴロ、大パン投げてもいいかなみたいな感じの暴れ方、投げかもね。さあダイレクトリードはされているが、お釣り入って、おお大パンで落とそうとしたが、その裏に行く、どんどんひょうやっていく、裏に行く、これは表、裏に行くと見せかけて表に戻ってきた。さあこれは、さあ開幕突っ込んできて、固めて空中に浮いて逃げる、お互い投げがうまくて中盤で逃げる。さあ投げて下段、今のはテラー当たんない距離、お空中投げから、運がいいやつだ。まあヘッドプレス見てからバックジャンプすればまあ返せるんで、おっとしっかり待ってるぞ、体力リードされてるのに待ってる、
わからない。うおーっと、中盤が勝った。ヒット届かなかった。結構ね、バルログの空中攻撃横には短いんで、ね、下にはすんげー強いんですけど、にね、横にはまあ短いっちゃ短いんで距離が合わないと、はい、結構バックジャンプをとがめるのはかなり踏み込んでジャンプしないとダメなんで難しいですね。さあ1本取ったバックジャンプ重ねて暴れる。裏からもさあ野口が硬い。半分は取られたがまだ死んではいない。今度は中盤に変えた。反省している野口。拾われてめ、さあこれは投げる。投げて結構表ガードっぽくてフリーはあんまできないんですけど、まあほぼ当て性安定。さあ投げる。投げて暴れる野口。空中で落として、さあちょっと中盤警戒で手前気味にゴロゴロ。そして中盤当てて拾えはしないが暴れる。投げ返しからバックジャンプ中盤。ちょっと待って投げ、長田投げ、あの速い展開の中でも読み合いしていく。まあ中足置きそうなとこでしたね。そこでしたね。さあ2本取った。これはバルログでまだいく。バルログですよそれは。回復下がって、さあどこ行く。これは中盤読んでいた前ジャンプ。思って投げ返す。こんばんは。これはサイコで対空して分かりづらい。分かりづらいやつ。投げ返すが、これはユーブが十分守りきれそう。中盤見てからしっかりバックジャンプ。うおー、サイコで横から突っ込んできて空ジャンプから投げに行ったが野口暴れている。テラしっかり待って、拾って、これはゴロゴロ、ヒョウにはいかない。これは早出し、相打ち OK。 あの距離はね結構早出しできる距離ですね。お中盤からこれは裏に行ったところしっかり見ていた。投げに行ったところ暴れまくる。中盤落としづらい。投げて投げて投げて暴れない野口。これは投げ角なっているが爪がケツの下。いやーこれは爪が欲しい。爪欲しいっすね。欲しいんですけど体力リードはしてるんで。うわ中盤拾われてスパコン、フィニッシュ。いやーゆうべがこれは頑張り頑張りました。さあ次、次がゆうずると草さんですね。はい、頑張ります。仲良しコンビ。ちなみに次お茶丸さんと太平さんですね。はい、さあ 1P が草さんで 2P がゆずるさんとなっております。まあお互い DJ、 はい、まあ DJ とシュンリーで3人ずつやって終わりでしょう。さあ 1P が草のシュンリー、 2P が、DJ ゆずる。さあどうなるか。開幕前に歩いた。これは4段入って死ぬ。チュンリーはもう、一歩歩いて前ジャンプすると開幕飛行券で殺せますね。あ、はい、ちょっと前、一歩前に歩かないと4段入んないんでダメですね。さあしっかり強気な選択肢を見せていったユーズル DJ。 これはねもうずっとやってるでしょ2人ね。さあどうなんでしょう、わかりません。これはゲージが溜まったので迂闊には打てない。さあスライディングにはかくらない。下段刺さって、これはチュンリーのかなりウィンコンディションなっている。もう無理はしなくていいはず。下がって飛行剣ちょっとたまに前に歩く。さあ今のはちょっとスパコン危なかったポイントだが、これは前に歩いてスライディング出してるからスパコン溜まってないのかな。さあ投げ返し、投げて、まあ見ている可能性もあり、なしの可能性もあり、わからない。さあこれは取られて飛ぶが相打ち対空。
送らせて炸裂。これは DJ 返す技じゃないです。歩いてガードしかないですね。さあリードされてゲージも溜まってしまった。中盤で返して歩いてきて投げる。さあこれは草さんが1本、まあ言うてチュンリー有利ですからね。あ、まあね、はい、まあ、有利とはいえね、一つアナログゲームですからなかなか難しいです。さあ色をなんかちょっといい感じに変えているユーズル DJ。ああそうだな、3カラー使う的な感じ、使っていく感じなんですかね。どんどんこうテンションを上げていく感じ。ジャマイカ、さあこれはガメアジつれー、超きつい。これはしっかり見ていた。草チュンリーできるところを見せる。こういうのやっていかないと打ってくれないですからね。確かに向こうは警戒してくれないですね。さっきね、これは一回ふさぎ使ってたからあれだなと思ったんですけど、ちゃんと見てから。さあユーズルが集めたが画面端奪われる。きついきつい。やることが、さあゲージはないんでね、今のうちにどうにかしたいですが、なんか下がってるだけで勝手にゲージが溜まる。溜まりました。上来た、しっかり殺しきる。さあこれは飛びが入って投げて、投げる、結構減ってるぞ。投げる。さあピオリソー下段で暴れて投げて逆にしっかり投げる。えらい、えらいぞ。投げる。知らねえ、死なねえ。なんでこれはバックジャンプで大空。チュンリーの武力高いんですか。本棚身にある。それは多分ユーベガさんが言ってるんで嘘だと思います。さあ高いんですか。ユーベガさんが言ってるんで多分あの確たるデータがないです多分はい、2本目をエビデンスはないですね。途絶えてたからではないか。さあメアさんが言ってますね。まあそれはなんか納得それは納得。チュンリーが防御力高いは割と嘘なんでね、やめましょうね。高いと困る。有名プレイヤーがそういうこと言うとね、信じちゃうからね、よくないですよさああ、5段です。ちょっと今ゲンがスパコンに見えたか何かを出してしまった。これきつい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 。飛行剣が超遅い。画面にずっとある。開幕は打ってく。ああ攻めの感じを見せないといけない DJ だが、バックジャンプするしかない。なんか打ち合いしちゃうとチュンリーが溜まっちゃうから。そうなんですね、うん、さあ飛んで、さあお互いゲージが溜まる。ちょっと体力リードされている。これはちょっと厳しい。裏でどっか行っちゃう。ガードになる。これは助かった。見越してたか。攻めづらい。これはスパコンは抜けられない。嫌な間合いだ。打ち返してチューチューで来る。ゲン下がって、とりあえずもう時間もないんで使ってしまう。あとは下がってるだけで終わりかな。これはちょっと後ろに下がるのが早い。やることがなさそう。さあしっかり勝ち切ったですね。さあ2本取られて、ユーズルどうする。さあ連打勝負になっている。画面をどんどん押していきたい。うわー、いていて飛んで、これは地上で当たる。これはいいゲーム。これはやることがないやつだ。きつい。指が疲れるのを待とう。ちょっと疲れたから気候打ったみたいな感じですかね。これは対空さあ草がマッチポイント。トヌギが刺さって、しかし草チュンリー気候を飛ばれても慌てない。下がる。これは飛んでくる。角打ちにかかってしまう。引き攻めが正面から投げピオル。いやースパコン
サチュンニーが勝って、ゆずるさんとなんか煽ってますが、でお茶丸さんとたいさんですね。次で、この次は鈴鹿さんとゆうべがさんですね。はい、じゃあじゃんけんとかしといて、そんな鈴鹿さん、そのやる前から負けますみたいな顔すんのやめてくださいよはい、お茶丸さんが 1P、 あースピードは3、珍しく DJ が応援されてたわけですか。これは林さん応援が来てます。いや DJ ね、あ、うん、エイジーズ貼ってけね、ほんとだ。エイジーズ出るかな。ニュートンの店員になったということで、結構スト2をやっている大変さん。あ、そういうことですか。ガイルかなりやってます。はい、大変さんがなんかやっぱ店員になったっていうことで、なんかサード勢の方も結構X を触ってくれるようになってるみたいで、 ありがたいことなんで。そうですね、はい、投げ返される。これはスライディング。スライディングが強いというのはね、もう皆さんご存知。はい、スライディングが強い。これは飛んで投げるから、うわー、スカイハイクローから、そうですね、ああやって出ると割と、さあ玉待ちしてるぞ。めくりが入らない。ダブルはガード、お、リバーサー死なない。そしてスライディングなんだこの技は。ガイルの足は一通り負けますからね。そうですね、まあソバットが頑張りみたいなところですかね。一点読みソバット、そうですね、ソバットが頑張りポイントではある。画面端で2回ぐらい、スライディング我慢すると、まあ、次のソニックに刺さらない距離になるんで。さあうまい、しっかり空対空して、これは上から来る。うおー、空対空しようとしたところにスカイハイクロー。さあサーマーから表から行く、スライディングが突っ込んでくる。めくりが当たってサーマーしっかり確認している。チューチューから固めて、これは相打ちで OK。 太平ガエル一本取って、さあ下がって、これは投げられないが、サーマーはすかす。あれにはソニック、空対空悪くはなかったが、さあどうする。これは落としにくいところから来る。追い詰めてはいるが、追い詰めてはいるが、お、さあうまい、暴れないお茶丸。さあ警戒、サマー警戒で投げて受け身があって、これはテラ。さあしっかりテラー待っていた。さあソバット、ああいう感じでできるとね、ソバットも強いんですけど、上から行くが相打ちになる。なんで当てに来た。さあ太平がいる、我慢しているが我慢しているが、これは相打ちになる。なんで、いやー、さあお茶丸が2本取って、さあガイ、さあガードできる。これは空対空したが打ちになる。さあいい飛びだったが、出していたのはチューキック。あんなに当たらないんだけど、しっかりチューキックもね、きついにはきついんですけど、ちゃんと、あー空対空が潰される。チューキックもね、中足もまあスライディングとぴったり合えば一方的に潰せるんで、まあ、まあ出さないよりはみたいなところはありますけどね。さあバックソバットが強い、上に浮いてしまった、どっか行っちゃう。お、サマーは当たらないぞ。さあ出際にスライディング当たる、相打ちになるが、体力負けしているのは太平がいる。テラーで待ってるから、サマーが当たってわからない。どんなか、サマーもう一回出してる。
タックルタックルかな。そう、さあそういうことです。タックルタックルだった。さあそういうことです。これは 3-0。 それからエイジス2枚でしょ。さあということで、準決勝ゆうびがさんと鈴鹿さんだけしてたよ。してましたね。はい、大変綺麗だよって書かれてます。さあ先ほど友田さんに対して華麗なハメを見せていった鈴鹿さん、投げ前分かってますみたいな、ね、ユーベガさんは同じベガなのか疑問なところ。特別キャラの疑惑はある。さあダルシムスじゃなくてザンギステージ裏に行く中盤。さあ、ゆうべが展開が早い。裏に投げて、さあ、攻めてはいるが安全。さあ、投げ返されないようにかなり丁寧に攻めてる。なんでだろう。さあ、中盤うまいぞ。踏んで、さあ、裏から投げに来たところは回避。さあ、画面端食らって食らってゲージを溜め始める。投げられないから投げ返して裏通り過ぎる。投げて、うおー、どっちどっち、投げ返す。ああ本当だ、上の表示逆、上の表示はそうですね、逆疑惑ありますが、まあ許してって。岡本さんこれ 1P と 2P 逆にできます。上、はい、さあ上踏んでピオール、下段ガードしてる、スライディング踏んで、さあゲージがある、これはスライディング抜けて分からなくなった。さあ逃げて、ユーベガがとにかく逃げる、踏んで、さあ体力リードした、分からない、投げる、くぐって投げる、すぐそれさあ強いからね、あの行動。多分2分1だよね、ガードしてるの。そうですね、まあ前ジャンプってる、前ジャンプ大ドリルってやれば、まあ、投げらんなくて前には逃げれるよね、はい、ちゃんといいタイミングで出てれば投げ式の中パンチもガードできるんで、はいはい、さあ下段空いてしまった、中段からどっか行って逃げる。さあユーベガがクロージングしちゃう、かなり強い。うわー大パン、パンで潰して、さあハメか、チャンス到来、しかし逃げる、下段で、さああくまでも暴れ続けるゆうべが投げ返しに対して刺さって、これはスパコンがきっちり決まる。こうなると誰のベガでもあんまり関係はない、鈴鹿さんがミスるかミスらないか、ただそれだけ。こわっ、ずらして下段開かない、上、これをまた投げる、投げ返す。さあ画面端から逃がしたくない、ピオール欲張ってフレーム、フレームで投げ返しを潰す。さあ逃げる、わからない、うーわ中パン、これはゆうびがさんの底力ありますね。ごちゃるとね、ごちゃると勝ちますよね。勝ちますよ。はい、中盤で開幕中盤結構いいですね。さあジャンプ中盤結構積極的に使っている鈴鹿ダルシム。さあそれはさっきも見たと、もう引っかからないという感じで、ジャンプ中盤うまい、これは使えている。投げ返して、これは下段暴れない、どうする、リードはした、近づいていく、大丈夫なのか。ゆうべがは何かを狙っているはず、投げ返す、頑張った、ヘッドプレスにも勝てると。そうですね。さあこれはジャンプショーキックが強くて、さあこれですね、今の感じで逃げられます、先に、はい、これは死ぬ、大丈夫。さあしかし体力だいぶ取られてしまった、もうハメしかないのか、これずーっと後ろから来る、ずーっと来る。
さあ今度はさせない。ピヨル、ところはバックジャンプで回避、くぐって5パン、左右がはめられ、脱出率が高い。はまんないもんね、全然。投げ受け身がないが、下段来て、さあゲージあるが、どうせ上から来るんだろう。読んでいたゆうべが、なんじゃそりゃ。3-0。はい、次、草さんとお茶丸さん、惜しかったね。最後の爪がね、ゆうべがさんはさせてくれない。うん、あ、お父さん、さあ、ワンピーがお茶丸さん、お父さん今日寄せやんのしてた。で、ツーピーが、あ、してた。草さん、お茶丸さんがバルログ、草さんがホンダ、まあ使っとくかみたいな感じでね。いや多分どうかな、あんまり、うん、ホンダの方がいいと思った。ワンピーがお茶丸さんで、ツーピーが草さんですね。はい、どっか行っちゃう。さあリードしてるのは草さんかな。うわー、引っかかる、見えない。表から来たが、これはなんかできるところを見せていった。クスモンドランブ出ました。クスモンドランブ、今のは多分あのバルログが投げかけなんですけどね、今の感じは。あれは全部は食らった方がなんか入りますよ。はい、だから暴れておかないと。暴れておくのが大事ですね、はい、発生4か5ならもう完全に勝てますね。かくりますね、はい、だから逃げれるはず。はい、さあ中盤入ってどっか行っちゃう。めくりが入って下段から張り手、頭突き、頭突きですよね。ヘッドプレスの後はあのスカルダイバーを出さないからダルシムのショーパンがスカるんでしょ。そうですね、だからスカルダイバーをあの変なビヨン手伸ばしてるやつを出してたらチョップが勝つと。そうですね、そういう読み合い。あれはダルシムがちょっと前に入れて引きショーパンチを押すのがいいのかな。あ、後ろ向きでね、落としたいんだったら、はい、最後のラウンドでやってましたけどね、はい、はい、そうだった、さあしっかり見ている。ホンダがなんか発生している。なんでだ、ずっかり見ているぞ。多いな。草チュンリーが、草ホンダが取っている。草チュンリーホンダ、さあお茶丸が張り手、体力リード、さあしっかり待っていて、めくりから投げて、あーと、ダイだもっと高かった、俺の方が高く飛べるよと。ダイだったわ、そういう感じ。まあではダイのがいいだろうね多分。さあお茶丸何出すか。バルログできた、そらそうですよね。開幕は下がる。うおー、投げて、うん、2キャラならハマっている。2キャラハマってるぞ、ハマった。そうそういうこと。さあ草本田がリーチをかけた。頭の中ゆうべが戦のことでいっぱい。どっか行っちゃう。ゆうべがさんの時はどうするんだ。お互いホンダがいるので、ゆうべがさんとしてはちょっとどっちが来てもやだ。いや、DJ でしょ、だって。あ、そっか、うん、それだ。だから多分全部メインですよ。ずるいぞ、ゆうべが。いやいや、そのための DJ でしょ。ベビーフェイスのような顔はしているが、ゆうべがさん、これはリードはお茶丸バルログ。これはしっかりスパコンがどっか行っちゃう。なんで、あー、勝負を焦った、勝負を焦ってしまったマン。3-0。はい、決勝。じゃあ決勝ですよ。ゆうべがさんはあっちにいんのかな。決勝ですよ。これで勝った方が名古屋に行けるぞ。いきなり名古屋に行きたいかー。はい、ね、はい、いきなりベスト16からですよ、はい、じゃあゆうべがさんが 1P を取っているのかな。はい、え、ワンピーそっち、そっち、はい、
で、草さんは1速スピードは分からないんですけどね。3速ゆうべがさんがスピード圏だったみたいですね、はい、あ、そう、はい、いや、3回 DJ のわけがないですね。さあ、いきなりは DJ はさすがに出さない。そらそうね。いや、全部ベガチュンリー。さあ、ベガチュンリーでいくでしょう、はい、また本田誠司。まあ、3速なんでそんなに影響はないんじゃないでしょうか。さあ、ホンダステージもいいところがある。ある？ある。何？なんか目に優しい。優しいの？優しいです。とにかく処理が重いっていうイメージなんですけど、まあね、ちょっと水が、あの湯船のせいですよね、多分湯船が処理重いんですよね。絵かアニメーションかの面積で変わってる気がするんで、はい、あーっと、床がラスタースクロール、あ、マジか、してるな。だからそうか、ラスタースクロールのせいなんだな。床、さあ、本当だ、ずーっと画面端、床っていうか全部だ、あの動き全部アニメーションにしてるから重いんだな。ダブル2を遅らせて出すか、そのまま出すか、壊し、ショーキックダブル2にするか、それだけの攻めで画面端押し切りましたね。いや、あのシンプルさがきついんでしょうね、きっと。そうでしょう。さあ、体力リードはしているが踏まれる。ダブル2、うまい、投げ返すが、それは投げ角から投げがいったが、ガード投げられない、踏む、なんで出せるの、ヘッドプレス、これは当たらない、投げる、あれはガードですね。さあ、今の投げは大きかった。いや、大キック減りすぎだな、やっぱり刻んで。さあ、ゆうべが捕まらないようにとにかくうまく立ち回っている。ジャンプに対しては着地に横からダブルに、そして中盤拾うか、投げて、さあ攻めすぎない、うまいぞ、拾って、さあ体力がない、ゆうべがまず1本吠えた、吠えたぞ、まあ、チュンリーは目の敵ですからね。そうですよね。しかし今のバックジャンプにナイトメアをかくらせるのちょっと神でしたね。早すぎるとバックジャン、三角飛びされちゃうしっていうところで、三角飛びできない、ま、高さでね、しっかり当てていった、うますぎる。さあ、さあ、どこ行っちゃって、投げる、あって言った、バックジャンプでとりあえず距離を取って、さあ、このヘッドプレスが魔法のようにヒットする。ジャンプ中盤、うますぎる、投げる直に。あ、さあ、ゆうべがどうやって崩したらいいのかわからないが、草さんも頑張ってほしい。これはあえてホンダ回りですね。さあ、でもね、あ、うめえダブル2が突っ込んでくる。しかし草さんも暴れない。さあ、ここから取り返していきたいが、下段はガードしている。どっか行って逃げる。ジャンプ、チュンリーのジャンプ見ている、この男。下がって距離をしっかり見ている。投げ返す、よく見ている。ゆうべがこれ、ホンダ出してもね、ゆうべがさんのホンダ戦がうますぎてあんまり見ないんですよね。うまいですか。はい、勝ち越せるホンダは多分あんまりいない。正月さんぐらいかな。あー、はい、ニーヤーさんもいけるかもしれない。さあ、そこで3人目、願いを託して、チュンリー投げ返す、下段食らわないですね、ゆうがさん、めちゃくちゃ硬い。よった、さあ、と頑張って生き返った、よみがえる。クソ、下がって下がって、一度もらった命粗末にはできねえ。わからない、投げに行く、投げるんだね。強気なんだよっていうところをね、見せたい草さんっぽいプレーですよね。さあ、これはバックが重なってないと見て、すぐそのバックジャンプ、そしてめくりから投げ返す、投げに行く、やっぱり投げが一番強い。暴れた、下段は食らわない。さあ、垂直ジャンプ食らって投げ返す。いやー、ごちゃった、今ごちゃって少々当たるかと思ったんですが、
刻みをちょっとミスった。さあ1本取った、これは大きい、大きいですよ。さあ DJ は出さない、当然だね。さあ食らって、うますぎる、なんで見えすぎじゃない、ヘップレこんな当たるもんなの。当たらないですよ、すごいね。うまいジャンプ。さあ相打ちもできないんだろうっていう感じの動き、うまい、しっかりゲームプランができている。さあゆうべが名古屋行きの切符見えてきたが、下段うまい、画面端でなかなか抑えきれない、うますぎる。さあ詰めてバックジャンプで逃せない、これは投げ返すのが ゆうべが終わり。じゃあゆうべがさん、名古屋に向けてのこの意気込みをちょっと、ゆうべがさん勝利の名古屋に向けて意気込みを一つお願いします。ナイス。すみません、優勝しちゃいました、ありがとうございます。言い方あでもね、もうこれで終わりじゃないんで、まずいつも本当に、大会を運営、していただいてる、皆様、最近それ言うよね、本当にありがとうございます。もうみんな高齢化してきてるんで、趣味を持ってとことん追求していくことでアンチエイジング、若返りを図って、皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ということで、オトチュンに勝つというね、意気込みを今聞きましたけどね。さあ勝つけどということで、ね、今日なんかこの後普通にランバトやるよ、普通にランバトもやるということで、一粒に二度美味しいというね、そういうことになっておりますのでね。8時じゃん、まあ、はい、でも9時半から受付だから、まあ、いろんな味が選べるっていう。いや違う、ゆうべがさんもう子供が大きくなってきたから、そういうのも取らないんで、いろいろあるんですよ、取らないんで、いろいろね、昔はほら、昔はちっちゃいから別に良かったけど、いろいろあるんですよ、よくないんだって、やめとけって。さあ、配信はこのまま続くのかちょっとわからないんですが、一回切るということでね、なんかニコ生アーカイブとか3時間ぐらいで切れる、はい、ということで9時半から予定でまたランバトやるということでね、はい、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です。